アスタとマグナとバレッサ、そしてラックは大ないわね。立派なのは町だけど、霊凶の聖者がなぜ守るべき民をこんな目に遭わせるのですか。今すべて浄化してあげるよ、汚らわしき人間ども。セル岩魔法グラウンドウォール。巨大な牛。お父さん、お母さん、 ありがとうございます。よかった。そんなガラクタすぐ破壊してやる。水魔法サージングウェーブス。どうなっている。雷魔法信頼の宝玉。お前らが避けたとしてもこの町は吹っ飛ぶ。よっしゃー、俺たち黒の暴牛は。ありがとう、僕の唯一の人間の友。クローバー城、人間どものくだらない差別の中心。リヒト、一緒にあいつ殺すぞ。俺の復讐のためにてめえら利用してやるよ。この非常時に何をふざけている。知るかよ。無本だ、取り押さえろ。私たちは右に行くわ。殺す気がないとはな、立ち筋が甘い。人間ごとき誰が何人来ようと我々に勝てなど。ていうか今の俺も危なかったわ。烈弾魔法デッサイズ。攻撃魔法アイデアルクローサー。無駄だ。デッサイズ、デッサイズ。と、団長二人ではこんなに苦戦を。さあ、ぶっさきがい、見せてみろよ。打天使の抜け穴。お、すまねえ。けけ。私の盾になれ、平民での召使。なんだか胸騒ぎがする。あなたたちを殺しに来たのよ。下船は下船よ。人間らしい卑怯な魔法ね。人間は今から滅びるのよ。おい、ノエルちゃん。あそこにいるのは。けっけ、チンタラしてっから俺たちが城の中入っちまうぜ。あくまで目的は救出脱出だ。てめえが資金じゃねえ、闇来るぞ。いたな、王族。やっぱりノゼル兄様はすごい。水高速魔法海蛇の陥没。もう死んでいいわよ。くそー、捕らえたわ。羅針盤魔法。ノゼル兄様、羅針盤魔法アナザーアトラス。大丈夫、大丈夫、大丈夫。私はまだ戦います。この閉鎖空間ではあなたたちの攻撃が私に届くことはないわ。私は何をすれば可能なのは、ごく近い範囲での単純な操作のみ。何かめちゃくちゃな方法で。アナザーアトラスは中のものを全て閉じ込めてしまう。一瞬で。なんて速度と精度。やりましたね、お兄様。私は母上に似たその姿がまた消えるのを恐れて、ネブラを早く治療しなければ。残念だったわね。諦めない。何か手は。一思いに死んだ方が楽でしょ、愚かで罪深き人間よ。今この状況だからこその。
ノエル。なんだこの魔法は。けれどこの数をかわしきれるかしら。今まで苦しかったのは嘘みたい。あの攻撃を全てさばききっただと。行きなさい王族。必死にもがいて抗って無理やり進んでるのよ。早くノゼル兄様とネブラ姉様を。改めて許すまじ。消えろ。ここにワンサカ集まってくると思ったぜ。ソーラ、ソルド様。おいおい、戦意喪失かよ。ノゼル兄様、水銀魔法にそんな使い方が。クゼ。えちょこまかと。逃がしはしない。その体ではまともに動くこともできまい。水創生魔法海流の方向。長い年月で派生発展した人間の複雑な魔法。敵は中庭と3階に数名ずつ。ここは勝手知ったる我がバーミリオン邸。地の利は完全に我々に。目的が避難となれば我々の魔法はうってつけ。ヤッホー、頑張ってる。さあ、世の権威の前に。やめろ、ランギルス。うるさいぞ。リンノル、てめえカッコつけてんじゃねえぞ。この筋肉バグ。カッカ、自分たちの力過信して。悪いが、今の俺の魔法は襲ってくる敵を勝手に攻撃する。俺があいつの兄だからです。はあ、こいつ久々に。先甲斐がありそうだぞ。まだ俺とやり合える気でいるのか。つい打天使の羽ばたき。強化魔法脚力上昇だ。こう無尽蔵に攻撃されちゃこんな獲物めったにお目にかかれねえぜ。俺の魔法じゃ敵を倒すことはできない。わずかに俺の方が早い。まとめて死ぬだけだ。寝とけ、おもちゃよ。うわ、一生で悪がしこく。こんなもんどうしろってんだ、くそったれ。こっち来い、ランギルス。にしても気になるのは奴らの最終目的だ。あなたも今到着したんです。こういう運命だったんです。怖っ、お前怖っ。よっと、クローバー城に封じられていた冥府への扉を開く。影の王宮だよ。神の啓示を受け取れる10人のエルフたち。そんなことは美しいこの私が参戦。まあ無駄だと思うけどさ、せいぜい頑張ってみなよ。かか、俺たちも行ってやろうじゃねえか。次から次へと。いい加減にしろよクソが。ご無事ですか。バカでけえ牛。そうなの。もう起きるなら起きるでちゃんと目を覚ましなさいよ。どう見てもピンチだったわ。そっちが感謝しろ、てめえの絵か。我らエルフにかなうものか。迎撃。めちゃくちゃしやがる。一人厄介なのがいる。断りに干渉する魔法。前世から数えて何百年ぶりの魔法だけど大丈夫か。何だって。夢魔法グラマーワールド。バネッサ姉さん、まさにマグナ先輩にラック。
じゃ仕上げといくか。高主先輩、ゴードンさん、あとは俺たちがやる。お前は大好きなリヒトと先に行ってこい。なあ、あいつらまだ体がついてけてねえみてえだな。行くぞ、タテナガマン。てめえは資金じゃねえ、筋肉マン。見つけた、私を見て。鏡を増やす。ようこそ。無駄。だけど。終わらない攻撃。忍者。その3。それでも彼女を倒すのは難しい。アスタくん、俺を高速魔法の解除が間に合わねえ。じゃあな、やってくれるじゃんか。